ジャパナビ不定期特集、銀座で日本全国名産品買い付けツアー沖縄編。日本最南端沖縄に到着しました。ご案内いただくのは、はい、大きいですね。藤原と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。地下の番人って。そうですね、地下売り場で。地下売り、あ、通常は。あ、そうなんですか。今1階も地下も見えますので、あ、お任せください。ってことは地下もあるってことですか。地下もありますね、うん、1階は食料品なんですけどね、はい、地下には、CD、書籍、アバンボード、あと工芸品、お土産品とか、うん、あとは顆粒子やとかいろんなものが売ってますので、1階と地下は全く、ね、性格が違うんです。あ、そうなんですか、はい、ね、通常は地下の番人でいらっしゃるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で早速なんですが、はい、この大人気の銀座の沖縄のこのショップで、はいはい、一番人気のものは何でしょう、はい、一番人気はですね、こちらです。こちら、あ、もうすぐここに、はい、ベニーモタルト。ベニーモ美味しいですよね。ベニーモ最近もテレビよく出てますね。 うん、まあ、お忍びで買う方も多いんですけども、テレビ出てから非常に大きくなりましたね。この紅芋のね、非常に美味しさが出ましてですね、美味しい形ですね、うん、あのバラでも売ってますけども、一個一個このポルシェっていう会社なんですけどね、その名物の女社長がやって、これで儲けてポルシェに乗りたいと、そういう思いで。それでポルシェってつけたんですか。将来はもうポルシェでどんどん乗りますと、じゃあもうこれだけ人気ナンバーワンになっちゃってポルシェ乗ってるかもしれないですね。かもしれないですね。もうポールぐらいまでというか、シェアはもう少し頑張って、はい、シェアで行って、シェアまで行きたい、うん、はい、非常にですね、食べやすくて、そんなに甘くなくて、ベニモのうまさっていうのはよく出てるんですね。だから何個食べても美味しいっていう、うん、はい、いっぱい食べてますか。食べてますね。あ、もうやっぱり沖縄の方、あ、太りました、はい、東京で意外と売れなかったものみたいなものもありますか。ですね、じゃあ、これ分かりやすいですけど、あ、豚の顔、はい、こちらでございます。あ、これは可愛いじゃないですかね。可愛いですか。うん、可愛いじゃないですか。こちらがといいますね、豚の皮を食べる習慣がですね、沖縄はあって、普段はこの方では出さないんですけど、はい、あ、出さないんだ。こういう形でですね、刻んで、あ、なるほど。多分東京の人は全くこれこう出されても、それでどうしろとって、これしか思いつかない。だいたいこの売り場でギャーとかワーとかみたいな、なんじゃこりゃっていう形で言われてますね。で、うん、沖縄ではこれ特別そんなに不思議な光景ではないですね。こういうこの状態で売ってるってことは。そうですよね、はい、あの市場とか行ったら顔が売ってたり、顔置いてあったりします。そのままこんにちはになってたりするんですけど、うん、いくぶこっちは調理済みのものをですね、こういう形で置かさせていただいてますね、はい、うん、わー、これすごい大きいですね、はいはい、これ売り物？売り物です。え、本当に売ってんの？はい、これね、コレグースと言いまして、はい、青森を、うん、島唐辛子という非常に辛い唐辛子ですけど調味料になります。これがね、万能でしてですね、沖縄そばとかうどん、あと鍋物、あと炒め物にちょっとかけても非常に美味しいという、美味しいものなんで。でも通常サイズはこれぐらいです。これは何ですかね、大家族用とかですねマニア用ですかね。マニアですね。こちらの海ぶどうという商品です、ね、はい、海ぶどう、東京の方が非常にこれはですねうまいということで、はい、ものすごい売り上げなんです、うん、こっちがびっくりするぐらいなんですけど。あ、そうなんですか、はい、ものすごい売れてる理由ってね、やっぱりその味と、やっぱダイエットとか、うん、あとは体にいいとか、うん、そういうのもあるの。あと食感ですね、プチプチっとした食感、ね、なんかあの面白いですよね。そうそう、まさに沖縄の海を、ね、象徴するような味だ、うん、この中で、はい、今すぐ食べたい沖縄みたいな時にありますか。何かいいものが あるんだ。ちょうどですね、こちらの奥にございます。あ、何でもあるんだ。ありますね、ね、揚げドーナツ、揚げドーナツ、沖縄のベーシックドーナツですね、うん、はい、沖縄の人はこれ本当によく食べますか。もうね、暇さえで食ってますよね。暇さえでそんなに、はい、はい、じゃあこちらでございます。ありがとうございます。これを食べて、はい、私の声が本当に出なくなっちゃったらどうなります。じゃあですね、うん、あの沖縄にはね、ウコン茶っていうのがあるんですよ。ウコン茶、はい、これを飲めばもう大丈夫です。本当ですか。ちゃんとね、もう明日もまだ撮影あるんですよ。そうですか、はい、ぜひウコン茶飲んでいただいて、うん、あの喉をいたわっていただきたい。そうですね、ウコン茶何にいいんですか。ウコン茶はですね、あのお酒を飲む人とか、うん、あの肝臓がちょっと弱ってる人とか、うん、そういう時は非常にいいです。あと非常にですね、喉にもいい、喉にもいい、はい、いたわらないと、うん、もしそれで、うん、なるようでしたら、うん、ご用意しますので、ペットのやつ、はい、はい、わかりました。じゃあいただきます。美味しいですか。美味しいですか。美味しいですか、うん、ガラガラつくガラガラにはなってるんですか。声が出ない。これはウコン茶くれってわかります。あ、出ますね。
面白いもの発見。これは2000円札。2000円札見なくなっちゃいましたね。貴重ですよね。そうですね、うん、そう言われるとあれですけど、一応沖縄のですね、シュレの門が映ってます、うん、そうだそうなんです。首里城、そうなんです。2000円に使われて最近はちょっと見なくなっちゃいました、ね、なんかあんま2って香港では結構2がつく、はい、2ドルとか20ドルとかいっぱいあって便利なんですよ、はいはいはい、羨ましいですね、うん、便利なのになんで日本で普及しなかったって過去にしちゃいけないんですね。これはですね、うん、まあ、簡単に言うとですね、こう自動販売機使えないんですね。あそういうのは体制が整ってない、うん、なんかそういうのがあるのと、うん、やっぱり2000円よりは1000円札2枚の方がいいっていう、ね、これは国民性かもしれないですね。そうです、慣れてないんですかね。 すっかり見なくなってきちゃったけど、うん、ではここではじゃあもう沖縄の象徴が使われてる2000円をみんなもっと使ってくれ使ってくれとキャンペーン中でございます、うん、なくなっちゃったら嫌ですよね。いや困りますね。困りますよね。正直ですね、うん、あの使ってもらわないと困るという。これあの2000円バスタオル、はい、2000円っていう値段ついてこれ2000円札使ってほしいっていう。使ってほしいです。ぜひ。で、あの例えば、5000円で払ってお釣りが3000円じゃないですか、うん、2000円札1枚と、うん、1000円1枚でお返しすることもできると。そうですね。お釣りに2000円札をこうそれげなく忍ばせて復旧にもう協力もう後押しです、ね、そうです。お金ですから。お金ですからね、はい、ぜひ使ってほしいと。そうですね。よろしくお願いします。2000円、はい、幻になる前にみんなたくさん使いましょう、はい、お願いします。よろしくお願いします。あとこの中で、はい、このお店たくさんものがありますが、はい、おすすめしたいもの、はい、これからもうどんどん推奨したいものとか。そうですね。今売れてるものっていうよりはこれからぜひおすすめしたいっていうものをご紹介します、はい、まずコスメですね、はい、沖縄コスメっていうのはこれからどんどん注目される分野になります。その中でですね、うちの女性がちょっと笑いましたね今、ええ、ちょっと笑いましたなんかちょっと笑いましたね。生子石鹸。生子石鹸食べられない。2種類ございます。2種類ある。白と黒がありまして、白は女性用ですね、お顔全身用。黒は、はい、頭髪用ですね。頭髪用、ね、何が起きる。ふっさふさになるかも。かも、かも髪の毛生えるかも、はい、頭髪用になってますね。本当だ。え、これはこれで髪の毛洗うんですか。これでガシガシ、うん、あ、そうすると地肌を活性化させる。あ、地肌を活性化すると髪の毛が生えるかもしれない。生えやすい環境になります。あ、生えやすい環境。もう清潔で、あ、もういつでもどんとボッ、うん、ボボッとこういつでもこうグッとくる感じで、あの環境は整えてあげるから、はい、あとはもう髪の毛が出るかどうかは、はい、もう神様次第。神様次第。ご本人の強い願いが願いが必要になると思うんで。あ、でもきっといいものが入ってるんですよね。そうです。生子のぬめりっていうのが非常に栄養価が高くて、女性にとっては保湿成分が高いということもありますので、これはあの、うん、うちの上司もおすすめでございます。おすすめ、ね、やたらと、うん、あのちょっと高いんですけども、その価値はありますので、ぜひお試しいただければ。そうですね。なんかあのちょっと夢が詰まってる石鹸ですね。特に黒は特に黒は私含めですね非常に切実な大丈夫ですよ。これはじゃあこの効果ですかね。そうですね。じゃあここら辺が夢が詰まっています、はいはい、来週はイクラとあと何ですか。まあ、アワビですね、うん、アワビ。そしてあとはメカブが敷き詰められておりまして、メカブ、まあ、秘伝の醤油で漬け込んでいます。秘伝っていう言葉大好きですジャパナビ不定期特集、銀座で日本全国名産品買い付けツアー岩手編。来週もお見逃しなく。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。